ご観戦いただけるよう皆様のご協力をお願いいたします。ホケークルトサボーズ30年目の大ベテランつば九郎の登場です。トゥッツツ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 。そしてこのコーナー本日は小原さんと小夏さんにお手伝いいただきます。はい、よろしくお願いします。さあ、つば九郎の今日の一言を本日もスチューデントナイト特別企画として悩めるスチューデントの皆さんから質問をいただいております。つば九郎と小原はしっかり答えてくださいね。よろしくお願いします。それではまず最初の質問からいってもいいですか。まず専門学校生2年生の女性の方からですね、最近体の老化現象が激しく、まあ、早いね。どうしたらつば九郎さんとドアラさんみたいに若々しくいることができますか。はい、専門学校2年生の方からちょっと早い、どうしたら若々しくいられますでしょうか。ドアラからお願いしていいですか。誰でも元気ですからね。青汁を飲みましょう。では、つば九郎ヤクルト1000とタフマン過去個人差ありということで、でもね、ヤクルト商品で若々しさを保っていただきたいですね。ございます。まともな回答ありがとうございます。さあ、続いては大学2年生の女性からです。大学の単位を落としそうです。自分の生産性もまさに毎晩泣いています。助けてください。さあ、悲痛なお悩みが届きました。さあ、どうしたらいいでしょうか。ではドアラからお願いします。泣いても単位は取れません。努力しましょう。すごく真っ当な、ね、お答えですね。素晴らしい。ではつば九郎、昨年の順位を落としそうです。助けてください。頑張っていきましょう。Bクラスですね。これはすごいな。続いて大学1年生からの質問です。ビジネスパートナー、お二人はビジネスパートナーですか。つば九郎さんとドアラさん、最近どうですか、お互いに。ざっくりとしたざっくりとした質問ですか、はい、ではドアラ、体調管理しっかりと。体調大事ですね。真夏は暑いですからね。ではつば九郎、交換日記はしてませんが、そもそも連絡は取り合ってます。やめてくれよ。ありがとうございます。皆さん笑って、笑ってください。笑ってみますよ。高校2年生の男性からです。ヤクルト球団に就職するためにはどうすればいいですか。あ、いいですね。やりたいのね。未来ある若者、ヤクルト球団に就職するには、ではどうだ。神に祈る。神頼みですね。ではつば九郎、最後は大学4年生の女性からです。21歳の女性で、日本史と麻雀が好きだったのですが、野球を好きになって余計に可愛げが消えました。どうしたらいいのでしょうか。なかなか渋い学生さんですね。ではドアラ、安心してください、可愛いですよと。昨日の安村さんちょっと引きずっちゃってますね。ありがとうございます。ではつば九郎、お願いします。競馬、競輪をやりました。売り込んじゃいました、自分から。いいですね、仲良くなりそう。はい、よろしいようです。マクロドアラ先生、お悩み解決していただいて、どうもありがとうございました。おめでとう、マクロ。夏休み最後の試合、ラスト花火、ハッスル8月勝ち越しへ。今日花火最後なの。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりジェラ潜在リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ第20回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。